はい、こんにちは。今日は2021年防衛以来の問題です。問題はこちらです。2の345乗を30で割った余りを求めようといった問題ですね。こちら今回2通りでやってみたいと思います。まず1つ目なんですが、気づけばこれの方が早いんですけど、要するに30で割った余りですから、もっと30で考えましょうか。で、まず2の1乗ですね。2を何とか乗するわけですから、2の1乗はっていうと、これは2ですよね。30で割った余り2ですよ。2の2乗はっていうと、これは4ですね。30で割った余り4。2の3乗は30で割った余り8ですよ。2の4乗はこれ16ですね。これらは全部30より小さい値ですから、そのまま余りになって、2の5乗で初めて、これ32になるので、30を初めて超えますよね。でこれはっていうと30で割った余り2になりますよと。ということで、2の5乗は2になるわけですね。じゃあまたここに戻ってくるわけです。じゃあ2の6乗はっていうと、さらにこれをまた2倍するわけですので、4になるよと。で、次8になってとかっていう風に、結局2、4、8、16、これが繰り返されますよね。ということで、この4個の塊がずっと繰り返されるなと。で、結局最終的にこの2の345乗っていうのがいくつになるのかと。30で割った余り。これを聞いてるわけです。ですので、じゃあこの345っていうのが、この、4個ずつ、4で割った余りがいくつになるのかを知りたいよと。つまり345っていうのを4で割ると、4は32。で、25ですから、4、6、24。で、余り1ですよね。つまり、この4個の塊が86個できて、最後に1個余りますよと。じゃあ、その1個余ったのがこれですよってことですね、この値。じゃあ、この4個の塊がずっとできて、最後1個余るってことは、この値ですよね。ということで、この値っていうのは2になるよと。30で割った余りは2ということで、こんな風に周期性を使って求めることができるかなと思います。で、もう1個のやり方としてはですね、もっと30で考えると、30結構数が大きいので、30っていうのを素因数分解して 2×3×5 ですよね。ということで、この元のこの数を小さくして考えましょうという方法ですね。つまり2の345乗っていうのを、じゃあ元2で考えたとき。2で割った余りはっていうと、これは2で割り切れるので余り0ですよね。じゃあ次元3で考えたときはっていうと、2の345乗っていうのは、もっと3で考えると、3で割った余りはっていうと、2っていうのは3マイナス1ですから、ここマイナス1にできますよと。つまりマイナス1の345乗ですから、マイナス1の奇数乗ですので、これマイナス1ですね。ということで、この余りはマイナス1。次、もっと5で考えると、5で割った余りは2の345乗は、2の4乗で16になって、これは5で割った余りが1になりますね。ですので、2の4乗の塊で考えましょうか。2の4乗が1ですので、2の4乗の、さっきこれが86個できて余り1でしたね。これが4で割った余りが、小が86で余りが1でしたので、かける2と。こんな風にかけますよと。これはこれかけるこれプラス1になるので、こんな風にかけますよと。で、2の4乗っていうのはここ1なわけですから、5で割った余り1ですので、ここ1になるよと。つまり2になるよということですね。ということで、これは2になるよと。こんな風に、ここの数を小さくすると、余りっていうのはすぐ求めることができますよね。で、最終的に2、3、5、これをかけたのがこれ30なわけですから、もっと30にしてあげると、つまり今、じゃあここの、この数っていうのを、ちょっと便宜上、これ x としましょうか。つまり、x5 同0、x5 同マイナス1、x5 同2になっていると。もっと2で。ここはもっと3で。で、ここはもっと5ですね。こうなっているよと。で、これを、この x を求めたいよと。最終的に求めたいのは x がいくつなのか、もっと30でですね。これを求めたいよってことなんですけども、要するに、これに30にしたいわけですから、15倍すれば30になりますね。これを15倍すれば OK。じゃあこれも全部15倍しましょう。この式を15倍、15倍、15倍すると、これっていうのは 15x5 同15倍して、0の15倍0ですから、こうなるよと。これでもっと30ですねと。じゃあ次この式も同様に3になっているんですが、これ10倍すれば30になるので、10倍、10倍、10倍しましょう。つまり 10x5 とマイナス10。で、もっと30になりますね。で、さらにこれも6倍すれば30になるので、6倍、6倍、6倍。つまり 6x5 と6倍して12と。で、これでもっと30になりますよと。ということで、全部2、3、5をそれぞれ何倍かして、もっと30に揃えることができましたよ。ということで、もっと30でこれを揃えられたので、あとはこの係数を1にしてあげれば OK と。で、今これ全部同じ倍、何倍かしてかけましたけども、こんなことしていいのかっていうのをちょっと説明すると、じゃあ例えばですね、今、
この式を考えましょうか。 x 合同2もどこで、つまりこれっていうのは x っていうのは5で割った余りが2ですよってことですね。ということは x は合計プラス2みたいな形で書けるってことですね。 k を整数として5で割った余りが2ですよってことですね。 x はですので、この式っていうのは合同式っていうのはもともとこれ等式なわけですね。5で割った余りが2ですよと、これは等しいですよと、こんな風に書けるわけですので、じゃあ今30にしたいわけですので、今6倍しましたよね。今6倍したので、今等式ですからこれ6倍して両辺6倍すると 30k プラス12と、つまり30で割った余り、 6x っていうのは30で割った余りで12ですよという風になりますね。ということで、まあ等式ですので、まあ同じ倍率全部にかけてあげても OK だということで、まあ、こんな風にできますよということなんですね。まあ、他の式についても同様でできましたと。じゃあ、もっと30に揃えられたわけですので、あとは、ここの係数を1にしましょうと。つまり、ここ1にして、x が30で割った余り、x なのかを知りたいよと。じゃあ、あとはこれ、足したり引いたりかけたりして、これを1にしていきましょうと。で、じゃあ、例えば、まず、この2つの式を足すと 16x ですね。足すと 16x。この2つ足すと2になるよと。16x 合同2になります。今、もっと30で揃ったので、ここの中で計算できますよと。さっきはこれ揃ってなかったんで、これ同士を計算することはできないんですが、揃ったので計算することはできますよと。で、あとはこれとこれを引いてあげれば、これからこれ引けば x になりますね。係数1になるよと。16-15 で1になってる。2-0 ですから、こう2になるよというふうに求めることができましたよと。もっと30で x は2と合同。つまり余りは2ですよということで、さっきと同じように、今 x は今この値と置いているので、この値っていうのは30の頭に2ということで求めることができました。まあ、こんな風にできるかなと思います。以上です。ありがとうございました。